はい、どうも夜食ハンター竹本拓也です。ご覧の通りですね、夜の帳が降りて、まもなくね夜本番というところでございますが、今日はですねこちらで泳がせ釣りというのをねやってみようと思っておりまして、小魚をですねすでに昼までの間に確保してありまして、それをですね針にちょっとつけて泳がせるんですね。で針につけたままこう泳いでいると魚がちょっとこう弱ってるように見えるので、弱った魚をこう見つけると大きいその魚食魚たち、フィッシュイーターたちがうわーっと寄ってくるんです。でゴクンと飲んじゃう。でそれをこうガッとするというね、非常に何ていうんですかね、夢のある釣りというか夢しかない釣りといいますかね、それでやっていこうと思っております。本命魚はズバリヒラスズキ。ヒラスズキというのはですね、この外洋に生息しているタイプのスズキの仲間で、非常に味が良い。隣さんの浮きが入ったようです。おエラ洗いですか。今のエラ洗いですね。おわあすごい。初めて見たけど赤目みたい。おめでとうございます。取ったかな。でもないか。あれお前仕掛け変えたじゃないかって思った？飲ませ釣りが全然食ってきそうにないので、普通の胴付き仕掛けを入れてみることにしました。餌はですね、さっき餌に使っていた小魚はですね小さく切って、で小さい針につけてちょっと落としてみてます。お。リンディったぞ。あ、ダメだ。あ、餌が一個なくなってる。やっぱ取られてるな。なんかやってる？よいしょ。おお。タチウオだ。釣れた。なんか変な当たりが竿先に出てるかなって思ったんだけど、まさかのイタチウオ。嬉しい。ゲットです。今ですね、同行の方が一匹ゲットしてくれました。さっき僕が釣ったやつより一回り太いですね。気をつけないといけないんですけど、ここのねエラ蓋に結構固めのトゲがあって、それで刺されると血が出ます。こんなオタマジャクシみたいな魚ですけど、ちゃんと武器は持ってるんですね。しっかり握っとかないとね。ぬめりもすごく強くて、引っかかると指が容易に切れます。あ、切れたった。結局ですね、自分が釣ったこの1匹と、あとね、2匹、同行者の方がゲットしてくださって、都合3匹ですね、イタチウオをゲットできました。どうもね、魚影もいっぱいいたっぽいので、うまく狙えばね、楽しいターゲットになるかもしれないなっていうふうに思いました。さあ、どんな風にね、調理して食べようかな。楽しみですね。では、帰って調理しましょう。とりあえずですね、思うのはぬめりがめちゃくちゃ強いね。ご覧の通りその茶色いピラピラになって剥がれてるじゃないですか。でもぬめりが凝固してますね。で、じゃあ剥がれたとこはぬるぬるが取れてるかってそんなことなくて、めちゃめちゃぬるぬるします。鱗がね全然剥がれる感じがしない。難しいっすね。まずですね、この魚見た時に多くの方はね、え、ナマズでしょって思うかもしれないんだけど、マジでナマズとは縁もゆかりもない、全然関係ない魚です。で、グループとしてはアシロモクっていうのに入る。で、特徴としてはですね、このヒゲがね、えらい多い。この顎の下に3対あります。6本。そしてなんかここにも2本ある。これはまあ、ヒゲっていうかヒレが変化したものかな。で、あとね、上にもあるんですよ。3対。ありますね。ヒゲ生えすぎじゃね。ナマズよりも多いぞ。まあそれだけね、餌を探す力に長けているのかなと。さて、でなんかね、鱗も取れないしぬめりも取れてる感じが全然しないので、ちょっとですね、この金たわしでこすろうと思います。結構まあ鱗が細かくてどうしようもない魚、こうやってね金たわしでこすると簡単にね落ちたりするんですけど、あー、いい感じだね。うん、イタチウオという魚なんですけども、食材としての知名度はまあほぼないと言っていいと思います。漁師さんでも知らん人はいっぱいいますね。アシロモクというグループに他に食べられる魚、有名な魚いないのか。実は1個います。ヒゲダラっていうのがいるんですね。でヒゲダラっていうのがまあ標準和名が鎧イタチウオって言います。そう、イタチウオのね仲間なんですよ。でまあ鎧っていうのは鱗がですね結構その、まあ、薄いんだけどみっちりしていて、鎧に覆われたように見えるイタチウオなので鎧イタチウオです。結構大きくなるのね。大きくて70センチぐらいになるらしいんだけど、そいつは大きいやつはわりかし高級魚ですね。キロ3000とかになるみたいですよ。
じゃあこのイタチウオも同じように珍重したらいいんじゃないかって思うけど、まあ鎧イタチウオ、ヒゲダラと比べると最大サイズちょっと小さいような印象があります。とりあえずおろしていくか。丸ごと料理ってわけにもいかないしな。あ、でこの手のぬるっとした魚って結構肝がでかいんだよな。お、出た、大きい肝が出た。でも腹パンなのは肝のおかげというよりは内臓のおかげのように見えますな。内臓から丸 のままの高部がいっぱい出てきました。っていうことは、こんなのろそうなとろそうな見た目しながら泳いでる魚を食ってるのかな。ゆっくりドローンって上がってって、で目の前に来たやつをジョッって吸うんでしょうかね。でまあそんだけね、腹パンパンに魚食ってるような連中だから肝でっかいね。これは生かさない手はないな。うん、このイタチをね、一個面白くて厄介な特徴があって、骨がかってーの。まあなんか身柔らかいけど骨硬いっていうのはナマズもそうですから、こういう形でこういう生態の魚の一つ共通する特徴なのかもしれませんね。さばいてみて思うのは、ちょっと水分が多いな。やっぱりタラみたいだね。水分の向こうにある弾力っていう感じかな。遠い昔にですね、鎧イタチウオ、ヒゲダラね、さばいたことがあるんですけど、同じ感想を持った。やっぱりそのイタチウオと鎧イタチウオは密室に似てるはずなんだ。ということは、あの料理がうまいはず。これが昆布締めにするとうまい。ヒゲダラがマイナーな割に高い理由は、やっぱりその昆布締めの需要があったっていうことなんですね。普通のイタチウオも昆布締めにしたら美味しくなるだろうというのは容易に想像がつきます。あ、これダメだ。血合い骨がですね、なかなか抜けないタイプだ。なので仕方がないので柵に取りましょう。あんまりこういう細い魚で柵に取るのは好きじゃないんだけど、骨が硬いんじゃしょうがないや。綺麗なミスですね。一応ここで少し味見ておこうか。いただきます。うん、やっぱり水分が多い中にしっかり弾力がある。でもやっぱりちょっとこう水っぽさを感じるので、水分を抜きたいなぁという気持ちに駆られますね。やっぱ昆布締めだな。ここに昆布の風味乗ってたらいいのになぁみたいな感じですね。後味もなんでこんなに昆布が欲しくなる味なんだろう、不思議だな。ではこの柵に取ったイタチウオを昆布の上に並べる。この昆布締め用の板昆布がですね、切らしてしまったので、うちの普通のだし昆布をですね戻して、これでちょっとやっていきたいと思います。じゃあこれをジップロックかなんかに入れて、数時間かなだったら取り出してみようと思います。で同時になんだけど、こっちの肝もね、こんな美味しそうだからさ、食わせて使いたいんだよね。昆布締めにした上で肝と和えたらどうだろう。ちゅうわけで、塩とお酒で、まあ、軽く濡らしたキッチンペーパーに包んで水分抜きながら一晩置いてみましょうかね。それで、明日合わせてみましょう。おー、いいじゃないですか。まずね、水分すげー抜けてる。で昆布の方がやっぱふよふよになってるんで、かなり水分を吸ってくれましたね。昆布が水っぽい状態の時はなんかちょっと頼りないなって思えたけど、水気が抜けるとムチッとして非常に美味しそうですね。いい密室ですね。でここに臭み処理をした肝臓をキッチンペーパーで拭きます。カワハギよりタラに近い肝のような気がするな。で、これはですね、叩いて包丁で細かくして、でもいい肝ですね。すごく血抜きしたからね、肝が綺麗ですよ。すごくいい感じだ。このまま和え込むか。昆布締めにした身と肝を和えていきます。いやー、うまそう。はい、というわけで完成しました。イタチウオの昆布締め肝和えです。さあどんな味がするのでしょうか。お醤油をかけちゃいます。あ、すいません、ちょっと諸事情により薬味がみょうがからネギに変わっております。いただきます。いや、なんでこれ未利用魚なんって味これはやばい。絶品を超えてる。身を昆布締めにしてるところが全ての成功の、まあ、原点になってるというか、やっぱり昆布締めにすると最高にうまいですね。この魚は食感自体はやっぱホロホロしてるんだ。表面ホロホロだけど中がギューッと締まってて、そこを噛もうとすると途端にものすごい弾力がある。
噛み切れないって弾力じゃなくて、めちゃくちゃムチッとしてるけど噛み切れる。で、そこに昆布の風味が乗る。これが、単調な白身魚だと昆布の風味に負けてしまうんですけど、全然負けてないというか、昆布の旨味と本来、この魚が持ってた旨味が、がっぷり四つに噛み合ったまま、まっすぐ上にゾーンってきてる。めちゃめちゃアウフヘーベンしてる感じ。で、そこに乗ってくるのが、肝。カワハギの肝を風味はさっぱりさせて、でも油はマシマシにしたみたいな感じ。で、魚の油ってめちゃくちゃサラサラしてめっちゃ融点低いのね。全然その嫌な感じがしない。単純にこってりとした風味を身に与えてるっていう感じですね。これはやばい。鮭飲もう。七家、山梨の名城蔵元ですね。風林美山純米酒です。魚の風味、昆布の風味、肝の風味と重ね合わさっているので、純米吟醸だと負けそうだなと思いまして、純米酒にしました。米の旨味が突き抜ける爽快な辛口、軽く冷やしてます。いただきます。はぁ、ベストマッチオブザウィークですね。うん、うまい。試験自体作りはですね、正統派、誰もがうまいと感じる。夏場に冷やして飲めばもう最高の気持ちになれる。アルコール感もちょっと強めに感じる。それがやっぱりこのダチウオの肝あえと、うまい。めちゃくちゃ合う。やべ、今晩仕事なのに昼間からカッパカッパ飲んじゃっていいのかな。うますぎるな。いやー、まずね、イタチウオタラみたいみたいな話したけど、やっぱタラと明確に違うのは、この締めた後ですね。突然唯一無二の味わいになる。で、まあこれが未利用魚である理由は、やっぱりその、まとまって取るのが難しい。浅場の岩の隙間にいる魚っていうのは基本的に漁業で取るのが難しいです。釣りでやっていくしかない。ある程度高級でね、ちゃんと売れるって分かってたら釣りで取れるけど、イタチウオは残念ながらそうじゃないから。だからまあイタチウオが未利用魚である理由は未利用魚だからということになるよね。あとはまあ、鎧イタチウオはでかくなりますからね。70センチとかなるんで。それと比べると、まあイタチウオは大きくても50センチって言うんですけど、50センチの個体はまだ見たことなくて、45が、まあ、関の山なので、ちょっと小さいよね。尾びれがないから身がいっぱい取れそうだけど、後半身がすごい薄いので、長さの割にやっぱり取れる身の量も少ない。あとは、身は柔らかいけど、鱗は硬くて、骨もめちゃくちゃ硬いからさばきづらいし、エラブタの棘が結構強烈で、まあ手がスパスパ切れちゃう。取り扱いにくい理由というのはいっぱいあります。未利用魚っていうのはそういうもんです。ただまあ、それは全部漁業においてという話で、釣りだと浅い海の岩の隙間っていうのは釣りではまあ最も得意なラインじゃん。釣りで取る分には40センチある魚ってまあ大物じゃないですか。だから今後もね、漁業で取られることはなさそうな感じがするので、我々釣り人がこっそり楽しむ良い魚みたいな感じの扱いになっていくんじゃないでしょうかね。うん。ただね、やっぱりね、全く取れないわけじゃないので、時々流通もするみたいなんですよ。流通に乗るやつが、だから質がいいかっていう問題があって、肝を食べる前提ではないので、肝あえにしようとするならば、生きたまま血抜きをしたいわけですよ。血抜きができないと肝って臭くなっちゃうからね。生きたまま手に入らないと、まあ、血抜きができないから、流通してるやつで肝あえ作って美味しくなるかっていうのは未知数だけど、で、全く売られてないわけではない。そういうのを見つけたら購入して、で、まあ、昆布締めを食べてみるっていうのはいいと思います。まあ、肝もいけそうなら行ってみるとかね。うん。いや、何にしても本当に過去にうちのチャンネルで取り扱った未利用魚シリーズの中で、トップクラスにうまい。うん。まあ、そんなわけでね、今回はね、そもそも知名度自体が極めて低い魚である。で、見た目もタラとナマズの中間みたいな感じでよくわからない魚である、イタチウオというね、魚の美味しさをね、皆様にお伝えできてよかったなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。